ありがとうございました。はい、天才タイプが。珍しいじゃん、姉ちゃんが道場来るなんて。大会近いから学校でやるよりも師範に稽古つけてもらった方がいいし、それに長野原さんも来てて助かったよ。最近は全然来てなかったけどね。え、そうなんだ。練習すると弱くなるとか言ってさ、化け物だよあれは。ふん、じゃあいつもは誰に稽古つけてもらってるの？師範と、あと最近は笹原さんが結構来てくれるから。笹原？なんであいつが来ているのよ。なんでって、中学ん時から同じ道場なんだから来たっていいじゃん。いや、そりゃそうだけど。っていうか、なんで知らないの？学校で話さないの？同じ部だろ。違うわよ、あいつは1年の時から演劇部よ。演劇部？なんで剣道部じゃないんだよ。そんなの知らないわよ。だって笹原さんから剣道を取ったら、ただの面白お兄さんしか残らないじゃん。それは道場での笹原しか見てないから言えるのよ。どういうこと？いい？高校で演劇部に入った笹原は完全に上気を逸しているのよ。ブドウジュースです。なんとなく絵が浮かんでくる。でしょ？でもなんで笹原さん剣道部に誘わなかったんだよ。もったいない。はあ？なんで私が誘わなきゃいけないのよ。あいつがどうしようとあいつの勝手でしょ。だって笹原さんなら全国大会行けるよ。知らないわよ。てか何の相談もなく演劇部とか入っちゃって、バカよバカ、大バカよ。まあでも三星がそこまで言うんだったら誘ってあげてもいいけど。こいつほんとわかりやしい。で、え、笹原はいつ来てるの？ああ、最近は3日に一度は来てるから明日あたり来てるかもね。まあどうでもいいけど。ねえ姉ちゃん。何？笹原さんに告白しちゃえよ。中学生がませたこと言ってんじゃないわよ。先言ってるよ姉ちゃん、純情すぎるぜ。